気、いや違うな、吐き気ではないな、なんだこれみたいな、な人生で一回もなったことないような。こんにちは、ゼータジプシアンのてんです。今回は VCT ストーリーズ、この話は、VCT マスターズ初戦の、DLX 戦の前日の話です。まあ、アイスランド自体にはあのいっぱいご飯はあったんですけど、あの基本あのホテルのあの食べ物を食べてて、ハンバーグ、ピザ、あとなんか変な野菜はあったんですけど、ちょっと あんまクラブサンドイッチとあの野菜を本当に食べてなくて、ピザかハンバーグで2つになっちゃってとそして当日ですね、起きてみんなでバスに乗って、その撮影前 の軽食みたいなのを食べに行ったんですよ。でその時にその軽食が僕的には全然量足りなくって、なんか他にお腹満たす方法ないかなと思って、残りの空腹をコーラで埋めようと思ってコーラ 300ml ぐらい、結構大きかったんですけどぐらいのやつを3分ぐらいですかね、で飲み切って、まあいざ撮影会場に着いたら、会場は本当に映画の撮影みたいな感じな独特な雰囲気で俳優の気分を味わいました。まず今回 のマスターズの撮影 のテーマっていうのが Be Come to the Nightmare っていう悪夢をイメージするとなんかとんでもない撮影されるんじゃないかみたいな、なんか叫んでるイメージがあるんですよ。うわーみたいな5人全員でなんか叫ばされるんじゃないかなみたいな言ってきたんですけど、はい、まあ、その時になんかおかしいなみたいな感じになって、なんかいきなりお腹ら辺からもちら辺までなんかすごい吐き気、いや違うな、吐き気ではないな、なんだこれみたいな、なん人生で一回もなったことないような、こうなんか普通ってコーラみたいな炭酸系ってちょっとずつ飲むじゃないですか。なんか僕なんか一気に飲んだせいで本当にありえないゲップが出たんですよ。まあもう本当に 4,5 秒くらいずっと一応チームメンバーがその時席を外してて、まあ、みんな心配はしてくれたんですけど、まあ、ちょっと僕もう表情がすごい悪かったらしくてすごい恥ずかしい思いをしました。そうですね、ゲップするした後ですねに、まあ、調子戻った後にちゃんと撮影の方には入りました。はい、僕の VCT ストーリーでした。皆さんそれではチャンピオンズで会いましょう。